アンディ・ジョルジュ・ジャン・イジドール・ムーニエは、ベルギーの版画家、イラストレーターである。ブリュッセル首都圏地域のイクセルに生まれた。父親は、版画家で、おじに彫刻家、画家のコンスタンタン・ムーニエがいる。父親から版画を学んだ後、イクセルの工芸学校で学び、版画家、ポスター画家、書籍の装丁などで働いた。絵はがきやトランプ、郵便切手のデザインなどもした。 ベルギーのイラストレーターのアンリプ・プリバリブモニア、ジスベール・コンバッツと共に、ポスター画家として働き、浮世絵版画のように明瞭な輪郭線と、平坦な色使いを特徴とする版画を制作した。フランスで1894年から2年間にわたって、毎月出版された、版画集のシリーズ、レスタンプ・モデルヌに作品を提供し、1897年に、歌集ルール・ジュ・サイレンスを出版した。 イラストレータのジュール・シェルが編集する美術雑誌、レマトラ・デール・アフィッシュには3点のムーニーへの商業ポスターが選ばれて掲載された。ありがとうございます。